動画は東方プロジェクトの二次創作です。原作とは異なる設定や独自の解釈が含まれます。デフォルメされてはいますが、やや暴力的なシーンやホラーなシーン、アダルティなシーンが含まれることがありますので、苦手な方はご注意を。医療、動物学、生物学に関する専門的な内容はストーリーに合わせて脚色しており、必ずしも事実とは一致しません。以上をご理解の上ゆっくりしていってね。あら？どうしたの？子がさ、そんなに大泣きして。大丈夫？子がさ、絵本に怖いお話が書いてあったのかな？え？森の奥に？森の奥に置いていかれた？よしよし、大丈夫よ、小笠。お姉ちゃんはあなたのこと森の奥に置き去りになんかしないからね。ずっと一緒にいるからね。この子はゆっくり、小笠。私の大切な家族、日々成長を続け、だんだんとビビり甘えん坊からも卒業できてきたかな、と思っていたのだけど、ここ何日かまた甘えん坊を発動しまくっている。まあ、ぐずったりビビったりして甘えてくるのは可愛いから、私としては大歓迎なんだけどね。ただ私は幻想郷の命運をかけて体を張ることもよくあるから、万が一にも私が消えてしまうようなことがあったら、そう思うと、やっぱり小笠には強く生きてほしいとも思うのだ。あ、そろそろ見回りの時間か。小笠、お姉ちゃんこれからお外に見回りに行ってくるけど、お外は死ぬほど暑いからお留守番しててくれるかな？はぁ、困ったわね。確かに小笠のイヤイヤからしか得られない栄養はあるんだけど、この暑さじゃ小笠の体にも触るだろうし。しょうがないな、連れて行ってあげるから、暑かったらすぐに言うのよ。今日も幻想郷は平和ね。悪さする奴らも私の強さに恐れをののいているのかしら？しかし、それはそれとして、幻想郷の夏、暑すぎる。あらあら、あなたもすっかりとろけちゃって、どこかで涼んでいこっか。ふふ、キーンってなっちゃったかな？でも冷たくて美味しいわねついてきちゃったの。ああ、お手洗いまでついてくるのはさすがに勘弁してほしいかな。すぐに戻ってくるからここで待っててね。甘えたい日もあるわよね。こんなに弱いんだもの。でも、心の傷が今になってうずいてるんだとしたら。
小笠？どうしたの、お話ししちゃって、怖い夢でも見たの？え？お姉ちゃんはどこへも行かないわよ。お手洗い行ってお水を飲みに行こうとしてたんだけど。やっぱり、これはただ甘えたいモードになってるだけじゃない。前の飼い主に放棄されたのもずっと前の話だし、誘拐事件にあったのももう1年前の話だけど、その時の傷が、今になって開いたんだわ。森に置き去りにされる夢を見たり、あるいは起きている自分にもふとそんな様子を想像してしまったり。白霊さんの見立て通り、心の傷がうずいていると見ていいでしょう。しかし、見たところ今はケロッとしているようだね。まあ、しばらく一緒にいてあげれば次第に落ち着くみたいだけど、誘拐事件の時と同じでお手洗いにまでついてきちゃう始末で。前みたいに、お泊まり作戦でもやったら良くなりますかね。不意に辛い場面を思い出してしまうというのが気になりますね。そしてその場面は決まって森の中に置き去りにされる場面、前の飼い主に放棄された傷の方が関連性が強いと見えます。今回は、霊夢君から引き離すのは逆効果かもしれないね。離れようとするだけで誘拐事件の時とは比にならないほどのパニックを起こしてしまうかも。白霊さん。もし、白霊さんにその気があればの話ですが。え、なんでしょう。ゆっくり。もう一人買いませんか？